世界都市、世界都市、世界都市とは、主に経済的、政治的、文化的な中枢機能が集積しており、世界的な観点による重要性や影響力の高い都市のことである。グローバル都市とも言う。今日の世界都市にあたる言葉の演言、由来やその歴史的意味合いについては、いろいろな説があり、概念史の整理はまだついているとは言えない。 地理学者で、メガロポリスの著者でもある、ジャンゴットマンは、世界都市というのは、文豪ゲーテが1787年に、ローマの歴史的な文化的卓越性を持った、都市としての性質を表現するためにつった、ウェルストット、ドイツ語での世界都市という言葉にその源を発すると、述べている。一方、ユニバーシティカレッジロンドンの地理学者であったは、世界都市を表し、 スコットランドの地域計画家パトリック・ゲデスが進化する都市1915年という本の中で世界で最も重要なビジネスの極めて大きな部分が集積して行われる大都市のことをヨト市と命名したと述べこの言葉の由来をゲデスに求めている1991年コロンビア大学教授のサスキア・サッセンは著書グローバル都市ニューヨーク・ロンドン 東京において初めてグローバル都市という表現を用いた。多国籍企業とグローバルマネーの形成が本格化した1970年代、国際的な企業、法人本部とそれを支える活動の複合体を要する都市を世界都市と定義し、こうした都市の育成を図る議論が始まった。1986年、カリフォルニア大学教授のは世界都市仮説を表し、 世界都市を定義した。フリードマンの主要な世界都市の定義は以下の通りである。フリードマンは多国籍企業の本社部門の所在それ、自体を重く見る世界都市論を展開していたが、サッセンは1960年代、1970年代に比べて都市の経済力を測定する尺度としては十分なものではなっていると述べ、今や金融。 工事法人サービスなどの活動こそが国際都市ヒエラルキーを左右し世界都市を形成する要因として重要性を持つものと説明した。経済活動の地球的な規模での分散が同時に地球規模の統合、コントロール機能の形成を促しており、こうしたセンター機能が集積する少数の都市、ロンドン、ニューヨーク、東京などこそグローバル都市だとした。2017年、 アメリカのシンクタンクであり、世界都市研究に深く関与し続けてきたは、何がグローバル都市を作るのかという題名で、グローバル都市の定義や傾向を定めた。主な内容は以下の通りである。世界都市と対照的な都市概念として、主に人口に基づいた都市規模の大きさを示すメガシティ、巨大都市がある。国連の統計によると、2018年現在で、 世界最大の都市は東京である。東京都市圏は世界で唯一人口3500万人を超えている大都市圏であり、経済規模も世界最大である。ニューヨークも人口2000万人前後を抱える世界有数の都市圏を形成しており、東京とともに世界都市とメガシティの両性を強く兼ね備えた都市である。一方、 同じく代表的な世界都市に挙げられるロンドンやパリは都市圏人口において名古屋市とほぼ同水準であるなど世界トップクラスのメガシティとは言い難い。サスキやサッセンが多くの世界都市はメガシティではないと述べているように、例えばチューリッヒやジュネーブは都市圏人口が100万人に持たないヒメガシティであるが世界都市としては高い評価を得ている。 1970年代から1980年代の世界都市形成は次第に金融主導型のそれに傾斜し金融マネーのグローバリズムの所産という性格が多分に強くなったと考えられる衛星通信やコンピュータ通信の飛躍的発展によって世界の金融センターを結ぶ24時間取引や多国籍産業のグローバルマネージメントが可能になった ことも要因だと考えられる。こうして国際情報を集積し、ボーダレスマネーを動かして世界経済をコントロールする国際金融センターが現れ、世界的な都市ヒエラルキーの頂点に立った。1990年頃にはロンドン・ニューヨーク、東京が三大世界都市と呼ばれ、グローバル経済と世界都市システムの頂点に姿を現していた。ロンドンやニューヨークは、 国際金融と世界的な経済センターとしての位置を強化し、工事ビジネスサービスに経済の重点を移したのである。世界経済はますます金融に傾斜し、世界的な金融市場の拡大は国際金融と関連したビジネスサービスの収益性を高めた。ロンドンやニューヨークはこれらの国際的な金融、ビジネスサービスと文化、人の移動、物の輸送、デザイン、 通信などの中心として生まれ変わることで世界都市と呼ばれるようになったのである。一方、東京はロンドンやニューヨークとは経済構造が異なり、大都市圏として見てみると、金融やサービスは言うに及ばず、ハイテク、卸売業から都市型工業に至るまで集積したフルセット型の産業構造であり、いわばオールマイティな経済機能を持つ都市として世界都市形成を行った。 2001年に大ロンドン庁が公表した報告書ロンドンプランにおいてもロンドンニューヨーク、東京の3都市を本物の世界都市と定義しており世界都市としての三強時代が続いていた2010年代時点での主要な研究調査において世界最高の世界都市に位置づけられることが多い世界における金融、文化、交通、教育、メディア、娯楽 観光などの中心的都市の一つである。世界最高の金融センターとされ、外国為替市場の取引額はイギリスが世界一であり、その中心は首都ロンドンである。世界で最も外国人の訪れる都市の一つであり、ロンドンヒースロー空港は世界最大級のハブ空港である。ロンドンで2番目に大きいロンドンガトウィック空港も国際線の年間利用者数でニュークの ジョンカイケネディ国際空港を上回る。外国出身者の人口は2011年時点で約300万人であり、多種多様な民族が混在して暮らしている。ロンドン島やウェストミンスター宮殿など数々の世界遺産を有し、大英博物館など著名な文化施設も多い。特に文化的な交流の面で強く、王立国際問題研究所は世界的なシンクタンクであり、 メディア大手のタイムズや BBC は英語が事実上の世界共通語であることからも国際的な影響力を有する。2016年の調査では個人資産が3000万ドル以上の超富裕層が世界で最も重要とする都市である。一方で2016年にイギリスが国民投票で EU 離脱を決めたことにより世界都市としての地位の低下も懸念されている。 ロンドンと共に世界最高峰の一つとして認知されている。超大国のアメリカ合衆国並びに世界における経済、金融、文化、交通、メディア、娯楽、観光などの中心的な都市の一つである。ニューヨーク証券取引所は世界最大の証券取引所であり、世界経済に大きな影響力を持つ。中心街のマンハッタンに 国際連合の本部が所在するなど、数々の国際機関も集積している。世界大手の通信社の AP 通信や、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、さらに、アメリカ三大テレビ局の本社もあり、グローバルな影響力を有する。メトロポリタン美術館など、文化施設も多く、自由の女神像は、ニューヨーク並びに自由と、民主主義の象徴である。2016年の調査では、 個人資産が10億ドル以上の大富豪が世界で最も多い都市である。ロンドン、ニューヨークに次ぐ第三の世界都市として位置づけられることがある。国連アンポリ常任理事国や G7 に加盟している国の首都であり、ヨーロッパを代表する経済、文化、交通、メディア、娯楽、観光などの中心都市の一つである。OECD やユネスコなど国際機関の本部が多数。 集積しており、フランス通信社や BNP パリバなどはグローバルな影響力を有する。パリーコールシャルルド・ゴール空港は世界屈指のハブ空港であり、地下鉄のメトロなど交通、アクセス部門も充実している。ルーブル美術館やフランス料理に代表される文化に恵まれた世界屈指の光都市であり、エッフェル島や 外線門など都市を象徴する世界的認知度の高いランドマークが多い。2024年のオリンピック・パラリンピック開催が決定した。伝統的にロンドン、ニューヨーク、パリと共に4大世界都市の一角として位置づけられることが多い。世界第3位の経済大国並びに G7 加盟国の首都である。日本の政治や経済の本部機能が一極集積しており、 ニューヨークを上回る世界最大の経済規模の都市圏を形成している。日本の森ビル産加民間シンクタンク発表の世界の都市総合力ランキングは2008年の調査開始以来8年連続で4位だったが2016年に初めてパリを抜いて3位となった。アメリカの大手旅行士に2年連続で世界で 最も魅力のある都市に選出されるなど、観光面でも高い評価を得ている。また、世界主要60都市の中で、最も安全な都市との評価も受けている。2020年の東京オリンピックパラリンピックの開催を前に、都市力が上昇しつつあると住み方がある。アジアを代表する世界都市の一つである、従来の4大世界都市に加え、シンガポールと共に、 六大世界都市の一つとして位置づけられることもある。アジア太平洋地域における金融、交通、教育、メディアなどの中心的な役割を持つ。ロンドン、ニューヨークに次ぐ世界3位の金融センターとの評価を受けており、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなど多くの世界的金融関がアジア太平洋地域における統括拠点としている。香港大学は アジア屈指の大学であり、香港国際空港は世界屈指のハブ空港である。23年連続で世界で最も経済や貿易の自由度が高い都市との評価を受けており、2016年の調査では個人資産が10億ドル以上の大富豪がニューヨークに、ついで世界で2番目に多い都市である。アジアを代表する世界都市の一つである。 外国為替市場の取引額で日本を上回るなど、世界的な金融センターに成長している。富裕層人口が多く、中央地の世帯収入も高水準である。シンガポール国立大学や南洋理工大学は、アジア最高水準の大学との評価を受けるなど、高水準の高等教育機関が所在する。シンガポールチャンギ国際空港は2017年に、 世界最高の空港に選出されいる。世界有数のデスティネーションであり、マーライオンやマリーナベーサンズは代表的なランドマークである。高等教育を受けた人材や英語話者が比較的多く、税制の効率性やビジネスのしやすさなどが高いことから多くの多国籍企業はアジア太平洋の地域統括拠点としている。都市規模が比較的 大きい有力な世界都市が多数存在する。特に先進国や経済大国が揃う東アジアに集中している。同地域の代表的な世界都市として、日本では東京、大阪、名古屋が挙げられ、世界有数の世界都市といえる。韓国のソウルは、東京と同様に首都圏一極集中が進む、同国の政治、経済などの中心都市であり、 世界都市としても上位に位置づけられている。中国では北京、上海、香港が代表的である。北京は世界第二の経済大国の首都であり、広大な政治的影響力を持つ。上海は同国最大の経済都市であり、世界有数の証券取引所である、上海証券取引所も所在している。香港は大陸側とは異なる政治制度や通貨。 文化を有する世界屈指の世界都市である。甲州や新鮮も、カナンを代表する大都市で、重慶も中国内陸部を代表する都市であり、アジア有数の世界都市である。台湾では政治や経済の中心都市である台北が挙げられる。東南アジアではシンガポールが世界屈指の世界都市であり、同地域では随一の存在である。他にも、マレーシアのクアラルンプール、 タイのバンコク、インドネシアのジャカルタ、フィリピンのマニラ、ベトナムのホーチミンは、アセアン主要国の首都であり、有力な世界都市である。南アジアでは、ムンバイが代表的である。世界第二の人口大国インドの経済都市であり、ボリウッドに代表される現代文化の中心都市でもある。他にも、インドの首都、ニューデリーやコルカタ、チェンナイ、バンガロールのほか、 パキスタンの最大都市、カラチや、第二の都市、ラホールなども、同地域有数の世界都市である。先進国が集積していることもあり、多数の世界都市を有する。代表的なのは、イギリスのロンドンとフランスのパリである。ロンドンやパリは、経済、文化、交通などの中心的な役割を担っており、ニューヨークや東京と共に、四大世界都市と位置づけられることが多い。 EU 最大の経済大国であるドイツには、首都ベルリン、金融、交通の中心である、フランクフルト、工業が盛んなミュンヘンなどがある。イタリアは、ローマとミラノ、スペインは、マドリードとバルセロナ、スイスは、チューリッヒやジュネーブが挙げられる。他には、オランダのアムステルダム、ベルギーのブリュッセル、アイルランドのダブリン、オーストリアのウィーン、スウェーデンのストックホルム、 デンマークのコペンハーゲン、ノルウェーのオスロ、ポルトガルのリスボン、チェコのプラハは、比較的人口規模は小さいものの、先進国の首都であり、国際機関も集積している、有数の世界都市である。東ヨーロッパでは、ロシアのモスクワとトルコのイスタンブールが都市圏、人口1000万人を超える、巨大都市であり、ヨーロッパ新興国の代表的な世界都市といえる。 超大国のアメリカ合衆国に多くの世界都市を有する。同国の経済、文化、交通などの中心地であるニューヨークは世界最高峰の一つである。グローバルな政治的影響力を有する首都ワシントン DC や同国の三大都市であるロサンゼルスやシカゴも代表的である。他にも世界のハイテク産業の中心地の一つであるサンフランシスコや ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学など、高水準の教育機関が都市圏に所在するボストン、さらに南部の主要都市であるヒューストン、ダラス、マイアミ、アトランタ、北西部の中心地シアトル、中西部の都市デンバーも挙げられる。カナダでは、同国の経済や金融の中心都市であるトロントやモントリオール、バンクーバー、カルガリーは有力である。 メキシコでは、同国の首都メキシコシティが挙げられる。同地域最大の経済大国であるブラジルのに、大都市のサンパウロとリオデジャネイロが挙げられる。また、アルゼンチンのブエノスアイレスやコロンビアのボゴタ、ベネズエラのカラカス、ペルーのリマ、チリのサンティアゴ、エクアドルのキトとグアヤキルなども南米有数の都市で、ある。アラブ首長国連邦のドバイが、 同地域最高の世界都市と評価を受けることが多い。金融、観光、交通などの中心地の一つであり、ドバイ国際空港の国際線の年間乗降者数が、ロンドンヒースロー空港上回り世界一になるなど、国際色に溢れている。他には同じく、アラブ首長国連邦のアブダビ、イスラエルのテルアビブ、サウジアラビアのリヤアドとジッタ、カタールのドーハが挙げられる。 エジプトのカイロが同地域最高の世界都市に挙げられることが多い。アラブ連盟本部所在地であるなど、アラブ世界の政治、文化の中心都市の一つであり、アフリカ最大のメガシティでもある。また、アフリカ最大の金融センターである、南アフリカ共和国のヨハネスブルグやケープタウンもアフリカを代表する世界都市である。他には国連などの国際機関が集積するケニアの、 ナイロビアナイジェリアの巨大都市ラゴス、モロッコの最大都市カサブランカ、チュニジアのチュニス、アフリカ連合本部の所在地エチオピアのアディスアベバ、コンゴ民主共和国の首都でありアフリカ第3位のメガシティである金ャサなども挙げられる。オーストラリアのシドニーが代表的であり、南半球の世界都市として首位に位置づけられることが多い。同国の第2都市メルボルンも有力な世界都市に数えられる。 それに次いで、ブリスベンやパウスも、同国では有力な世界都市である。オーストラリア以外では、ニュージーランドの最大都市、オークランド、それに次ぐ首都ウェリントンが有力である。アメリカの世界的な経営コンサルティング会社、A.T. カーニーは2018年、第8回目となる、グローバル都市指標のレポートを公表した。2008年から開始されたこのランキングは、 グローバル都市研究の第一人者であるコロンビア大学教授のサスキア・サッセンや世界都市研究で有名なゴークディレクターのピーター・テイラーが同ポートで見解を示すなど代表的な世界都市指標の一つになっている。世界主要135都市を評価の対象としており、ビジネス活動、人的資本、情報流通、文化的経験、政治的関与の5つの分野、 合計27の測定基準による総合評価によって順位を決めている。調査結果によるとニューヨークが世界最高であり、ロンドン、パリ、東京、香港が続いた。上位10都市は以下の通りである。森記念財団都市戦略研究所森ビルは2008年に世界の都市総合力ランキンググップシーの発表を開始して以来、 毎年そのランキングを更新している。最高顧問にユニバーシティカレッジ、ロンドン元教授で世界都市を表したピーター・ホール、e にグローバル都市研究の第一人者であるコロンビア大学教授のサスキア・サッセンなど、予的な有力者によって作成、監修されている。最新の2018年版では、世界を代表する主要44都市を選定し、 都市の力を表す六分野、経済、研究、開発、文化、交流、居住、環境、交通アクセスにおける70の指標に基づいて、評価を行った。総合住民の周囲は7年連続で、ロンドンであった。分野別では、経済及び、研究、開発で、ニューヨーク、文化、交流で、ロンドン、居住で、ベルリン、環境で、ストックホルム、交通。 アクセスでパリがそれぞれ主位になった。総合順位の上位10都市は以下の通りである。アメリカの総合不動産大手のは2017年、ザ・ビジネス・オブ・シティーズ、ザ・ビジネス・オブ・シティーズと協調で世界都市ランキングを発表した。世界300以上の最先端の都市比較インデックスの中から網羅性、安定性、認知度に基づき選出された44の都市。 比較インデックスを七項目、企業のプレゼンス、ゲートウェイ機能、市場規模、インフラ基盤、人材、専門性とイノベーション、ソフトパワーにおいて分析し、都市の現状や発展のレベルなどを総合的に評価した。世界で最もグローバル化が進み、競争力のある経済があり、企業、資本、有能な人材が集中している都市を確立された世界都市として、 最上層のヒエラルキーに位置づけた。ロンドン、1位、ニューヨーク、2位、パリ、3位、シンガポール、4位、東京、5位、香港、6位が上位6都市となっており、これに今回新たにソウル、7位が加わり、世界最高水準のグローバル都市、ビッグ7を形成している。特に、ロンドンとニューヨークが世界のグローバル都市を牽引し、企業の存在感、 人材を引きつける魅力、投資総額、文化や価値観で主導的な地位を維持している。また、ロサンゼルスを筆頭にビッグ7に続く第2グループの10都市も特定した。2017年版において確立された世界都市に特定された17都市は以下の通りである。グローバリゼーションと世界都市研究ネットワークは イギリスのラフバラー大学の地理学部がベースとなって行われている有力な世界都市研究グループの一つである。世界都市の評価基準はビジネス分野にほぼ特化しており、会計、広告、法律、経営コンサルタント、金融など特定の高度サービス企業のオフィスの立地、充実度、都市間におけるグローバルな連結性などである。1998年に 最初の格付けを行い、最高峰の世界都市として、ロンドン、ニューヨーク、パリを呼び、東京を選定した。その後、2000年版、2004年版、2008年版、2010年版、2012年版、2016年版、2018年版を公表しており、いずれも最高峰のアルファに格付けされた都市は、ロンドンとニューヨークの2都市のである。 最新の2018年版において、アルファとアルファに格付けされた都市は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。